エリーサーブ2011年秋冬オートクチュールコレクションのファッションショーより、モデルマグダレナフラッコイヤックパリコレクションは年2回フランスのパリで開かれるファッションブランドの新作発表会である。パリプレタポルテコレクションは3月に秋冬コレクション、10月に春夏コレクションが2週間前後の日程で開催発表される。また、 パリオートクチュールコレクションは1月に春夏コレクション、7月に秋冬コレクション、メンズコレクションも同じく2月と7月に開催される。これらを総称してパリコレという数多くのファッションデザイナーがクリエーションを重視した新しい作品を発表し、世界各国のジャーナリスト、ライター、フォトグラファーなどのメディア関係者やバイヤー、スタイリストなどのアパレル業界関係者、 その他芸能人、時に政治家などが開催時に招待客として前列に並ぶ。その他、特に有名デザイナーのメゾンにおいては、世界的な著名人や VIP 顧客などが招待されるために、実際には一般の人々が直接会場で見ることがとても難しい状況である。世界の有名なプレタポルテのコレクションは、歴史的にも主に、 ニューヨーク・ロンドン・ミラのパリの順番で4都市で開催される。多い時には各国から参加するデザイナーを合わせて総勢200近いメゾンが参加する。中でもパリコレクションは世界的にも一番規模が大きく、その年のファッションの流行が左右されるため注目度は非常に高い。東ウィペディアパリコレクションのフランス語版記事では英米アングロサクソンのメディアは NY ・ロンドン。 ミラノ、パリをビッグ4と称していると引用している。パリコレクションは1984年、ルーブル美術館中庭に特設テントを設営しそこをメイン会場とした。そこで一定期間にまとまった形でファッションショーが開催されていたが、1998年頃からはブランドごとにルーブル美術館内の地下ホールや独自に会場を設けるメゾンも多くなった。 オートクチュールコレクションの歴史は、ベルエポックと呼ばれた文化的乱熟期の20世紀初頭に遡る。オートクチュールを作り出し、高級衣装店協会を設立したシャルル・フレデリック・ウォルトが先頭に立ち、最高の素材と技術、芸術的センスで仕立てられる最高権威のコレクション、パリオートクチュールコレクションとして1910年頃から開催されるようになった。 それゆえに、パリコレクションとは、もともとはこのオートクチュールコレクションを意味する言葉であった。現在のように、パリコレクションが、プレタポルテを指すようになったのは1970年代のこと。1950年頃までは、オートクチュールが世界のファッションをリードする存在であったが、1950年代、プレタポルテがファッションの本流として台頭し、 1960年代のプレタポルテコレクション開始が主導権の移り変わりを決定的なものにした。1968年の5月革命を機に社会構造が真の意味での現代へと突入したフランスに大量消費時代が到来したこともこれを後押しした。第二次大戦の終戦直前には106あったフランスのオートクチュールメゾンも 1980年代から1990年代にかけての世代交代期には20余りにまでに激減した。パリコレクションは現在厳密な意味においてオートクチュールの技術と資本を備えているメゾンは10前後とも言われている。最高級注文服をオーダーする顧客は年々加工の一途であり、世界中の顧客数が2000人に満たないのではないかという説もある。 フランスが誇る一文化として、オートクチュールに鑑みると、教授層が極端に限定される文化の衰退は、もはや時代の移り変わりの象徴と言えるかもしれない。パリで開催される、オートクチュール、プレタポルテ、通常どれも、日本では、パリコレクションというが、しかし、現在において、パリコレクションというとまず先に、プレタポルテのコレクションを指して意味するようにもなっている。 それらを区別するためにオートクチュールはパリオートクチュールコレクションと呼ばれている。日本からはモード評論家の平川武春が唯一1985年より35年間パリコレクションに参加している。など、ありがとうございます。